すでにここまででだいぶ長かったよ。100均のものだけで簡単に収益化生活。何をしてるんでしょうか。生きられる気がしてきた。 あらクリスマス。来たこれだよ、見たかったの。お元気ですか。やばい、キョン。マジで言ってんの、キョン。怖いわ。つうかなんか久しぶりなんだけど、あのマイナス2、3度らしいです。そして雪が降ってます。晩ご飯持ってきたよ。ろうそくこの中入れて夜ご飯作ります。はい、ちょっとじゃあ料理始めてみたいと思います。チキンラーメンでしょう。マジ火ついた。カイロがあったから手はそんなかじかんでないんだけど。ああ、100均って心強いですね。昔のカイロってさ、30分とか1時間で切れた記憶ない？うん。でも今のってさ、平気で十何時間持つじゃん。あ、そうなの。うん。来てる？あったかい。手がかじかんでて分かんない。なんだよそれ。つぶつぶ見えるかな？見えてる。2個目入れます。よし、火ついたぞ。そしたらこれで缶をもう置いときましょう。やばくないこの料理の図。あったかい、もう手もめっちゃ温まってきた。やばいよ、やばいなそれ。いや、うまそうそれ。見てよ、鎌倉含めた映画。うん、ラーメン足します。焼き鳥がいい感じになってきた。ちょっとグチグチ言ってんの。火取ってるかもしれないんで、いただきます。うまっ！でもマジでうまい。暖炉も取ってラーメンも食えて。塞いでみる？一回入り口。いや確かにちょっと塞ごうか。もう涙流したくない。いた。ちょっと一旦それの火で暖を取ってもらって、はい、本当にここからもう完全に夜なんで、スペシャルアイテム用意してますんで。チャー！ 4 度ぐらいになってるの。おお。だからなんとかなると思う。なるべく長く持つように、途絶えないように、でも煙くならないように。キュウちゃん、ちょっと火で暖を取ってもらう上で最初に用意した炭じゃちょっと足りないっぽかったんで、買い足してきました。大事っす。これ100均のやつなんで、使っていただいて問題ありません。着いた。あ、よかったよかった。つき始めてる、つき始めてる。ちゃんと着いた火。あ、ほんとほんとほんとだ。めっちゃ頑張ったら、めっちゃ火ついた。ちゃんと炭が燃えて、同じ炭でも着火用の炭とこれで全然違うんだね。この炭のすぐ周りだけでいったら、15度近くはあるんじゃないかな。なんかさ、サバイバルとかで火をまず作るんだけど、火を焚かなきゃとかいろいろあるじゃないですか、サバイバルの映画とかドラマで、うん、その意味が今やっと分かりました。身に染みて、火があるないで生きる環境が違いすぎる。よし、ちゃんと生きられるって思う、火がつくと。じゃあキョンちゃん、スペシャルアイテムのお時間です。くれ。シンプルにガチの寝袋です。100均じゃねえじゃん。いやだからこれだけは本当に死なれちゃ困るから。寝るよね。そう、俺ら夏にさ、プールの24時間企画やるっつって、横須賀とかそっちの方まで東京から足を運んだわけじゃん。で今回この鎌倉やるために北海道まで来たわけじゃん。ってことは次砂漠やるためにエジプトまで行くでしょ。お前さっき鳥取砂丘って言ってたよね。うん、エジプトにしよう。行ってきてね、一人で。ごめん、俺本当にそんなに死にそうなやつは俺本当に死んじゃうから、ね、なんか俺は生きてる。え、待って、吹雪いてきた、吹雪いてきた。確かに。ああ、お、痛くなっちゃった。え、
休み。お休み。入り口も今塞ぐからちゃんとあったかくして寝れるように、うん、きょんちゃん、きょんちゃん、きょん生きてる？きょんちゃん、ちょっとごめんね、まだ寝てから1時間も経ってないんですけど、今12時半ぐらいです。いや、ちょっとまあ生存確認と、あとちょっとね、入り口を塞がせてもらおうと思いまして。やっちゃう？さっきまで寝て起きるとすごい寒かったのに超熟睡できる。やば、入り口塞いだら多分もっと楽になるよ、きょんちゃん。きょんちゃん、おやすみ。じゃあ休みますか。ビール飲みましょうね。え、ビール。足跡がない。やばいよね、アホみたいに積もってるし、形跡がないんですよ。大丈夫だ、生きてるよね。ちょっと起こしましょうか。じゃあきょんちゃん、生きてますか？おはようございます。おはよう。あ、起きてた起きてた。どう？きょんちゃん、どうですか？8時ちょっとぐらいなんで、あと3時間半ぐらいです。じゃあ、あと寝てるわ。まあその中あったかいならもうそれでいいかもね。ちなみに今中何度あんの？1度。やっぱ火寝て寒いんだな。まあでも寝袋はあったかいならよかった。でもう3時間ちょっとだから、もうちょっとなんで頑張りましょう。今日やっぱ雪やばいね。ちょっと開けてただけでもう中に若干積もり始めてる。今ね、寝袋があったかすぎて出れないのよ。それぐらいこの寝袋やばい。これのおかげで全く凍えないもん。はい、改めまして中から放送しております。あと時間がどれぐらいでしたっけ？あと1時間ちょいだよね。中の生活感が出てますよ。いや、なんか生活感出てるってことか、ゴミ溜めみたいになってるね。魚肉ソーセージとこれ、なんだかんだ昨日のラーメンだけでなんとかなったもんだね。焼き鳥で最後のミッションは飯を食って終わるってことだね。そうしよう。バリ吹雪だから外。いや、夜中やばかったよ。そう。とりあえず最後はこの鎌倉の中で火を焚いて飯食って元気に終わりたいと思います。普通にぬくぬく家で生活をしてぬくぬく幸せを感じずに生きる。そんなんだけじゃダメだ。危険を知って辛いのを知って普段の生活が幸せになる、当たり前なことになれるよりは改めて普段を幸せに感じる、それが24時間の醍醐味だ。でもやっぱ出たくなくなるんで鎌倉から。昨日ちなみにこの手袋でやってたんだけど黒くなっちゃったのよ。だからちょっと寒くても軍手使います。で今ちょうどさ、もうあったかいから、あの足の裏にももう一回100メートル入れたのよ。よいしょと。この網とこれを使って下に置いて、よくこんな寒いのにカメラ壊れねえなと思うよ。中の火がつきましたね。ほらほら、だんだん火がついてきた。火がちゃんと全部につけば煙が少なくなるから、仰いで外に煙を出します。じゃないと今みたいに泣きそうになるからね。目が目がうわ、前見えない間にすげえ火ついてた。もう目つぶって仰ぎます。だいたい火ついたんじゃないですか。もうちょいかな。これを置きます。よいしょ。焼き鳥の缶詰、よいしょよいしょ。マグロフリーク、こんな感じ。いいねいいね。これそしたらちょっと雪でチャレンジしてみましょう。缶にはね、だいたい火が通ってきたのね。お、あ、いい匂いする。面白いこと気づいた。俺ら始めたの11時半ぐらいでしょ、うん、今11時24分なの。やっと終わっちゃうじゃん。これさ、24時間以上いることになるよね、うん、よし、食べよう。1時半は過ぎたらビール飲んでいいからってことじゃない。いや、いいねそれ。じゃあここにラーメン入れていきます。
溶けてね、どんどん沈んでってんの分かる。うわー、やばいじゃんこれ。今生きてる。なんかさ、こうやって飯食っていいね。うわ、超いい匂いする。あったかくなってきてる。あれもう半になった。あ、ぴったし半でございます。なんだその終わり方。11時半でございます。業者鎌倉23生活達成ですね。イエーイ。前半だけ辛かっただけで、あとはなんとかなったわ。24時間終わったんで堂々と行かせてもらいますよ。え、いった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 。うまっ。うん、缶詰の焼き鳥好きじゃなかったけど俺、うん、好きになっちゃったもん本当に。環境が人を変えるのか。食べ物の好き嫌いって結構さ、先入観だったりさ、一回ダメだった時の思い込みだったりするんだよね、うん、人間の体ってあんま変わんないから。嫌いなものは思い込み、好きなものも思い込み、うん、っていうのはあるみたいで、嫌いなもんでも食べ方変えれば好きになったり本当にするから、皆さん試してみてください、うん、俺キノコ嫌いだったんだけど、うん、それのおかげでうまいキノコ食べたら好きになったのね。うめ、何この食い方。今回の24時間、改めましてどうでしたか。いや、どうでしたか。どうでしたか。寒かったけど、今までと違う意味で楽しかった。なんか飛び箱の上も、イカダの上も、なんかちょっとさ、まだ人工的じゃん。でもこれってさ、サバイバルじゃん、うん、ガチサバイバルっぽいのはさ、初めてじゃん。確かに。だから、今までのやつとは違って、ちょっとね、ドキュメンタリー感があって、自分の中で楽しい。この動画が面白いと思わなくても気を使って高評価。この動画がくだらないと思ったら、気を使ってくれたらいいコメントという感じで、うんー、チャラベチャラン、チャラベチャラン、チャラベチャラベ、ビールが美味しいな、14時間楽しいね、あったあった、最高の気持ちだね。どうもー、あ、ご視聴ありがとうございます。見た人みんなが全力で楽しめるかい。ええー。